制作者ちょっとこれ切り抜き甘くないですか髪の。よし。危ない。おおいいよ。これ楽しそうだな。おお危ない危ない危ない。行けた行けた。ボスちょっと出てきた。ボスちょっと見えた。ボス BGM が止まんなくなりました。ちょっとバグじゃないの。よっしゃ行こうマッケン。いいよいいよ。おブレイブ群青戦記天下人に挑戦天下を取って下克上を目指せ。天下。それではこの方々にご登場いただきましょう。下克上といえばこのコンビ、現代によみがえった天下人マジカルラブリーのお二人です。どうぞ。どうもお世話になります。どうもこんにちは、マジカルラブリーです。お願いします。あいいですね、やっぱりね、天下人じゃ天下人 の, あのこの剣のこっち側が邪魔すぎて全スタッフさんに迷惑かけてますガチャンってこれが今どんぐらい長いのかこれで見えないんです。気をつけてください、こうパネルとかあるんで。まさかその甲冑はこれ、これは織田信長、しかも実際に、はい、松山健一さんが使われた鎧です。甲冑です。新田さん、そうですかこれ。そうです、うん。履物もですかね。はい、履物もそうなのかなと思って見たんですけど、はい、松山健一さん、足ちっちゃい。はい、松山健一さん、足24ぐらいしかないんですよ。これは本物じゃなさそう。こういうものなんですかね。お願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあお座りいただいて、はい、座れるんですかね。あ、そうか、それ座れるのかな、その刀が。ちょ、本当当たってるから。ガチガチアクリル板当たってるから。はい。いやこれすごいですよ。これでエンジンの半端じゃないですね。そうですよね。重い。はい。動きづらいし。はい。でもまあ今日はそれであの天下人としてまさにあの野田クリスタルじゃなくて今日はもしかして名前も誰なんですかこれ。織田クリスタルじゃい。いやジャイが正しいかどうかわかんないですけども、ジャイってジャで、テレ隠しのジャイ。本日は野田クリスタルさん、改め織田クリスタルさんが自ら作成したゲームで、すごいですね、オリジナルゲームで対決をしていただきたいと思います。あれ、新田さんゲーム好きなんですか。ゲーム大好きです。お、自信あります。結構 これですか。いやいや、これまだやってくれない。これシューティングゲームなんかなりあの興味あります。あ、そうなんですね。初見で成功する率が 2% って言われたんで、はい、その 2% に入りたいなと思って。なるほど。そう、まあ、2% 以下ですね。本当ですか。これクリアしてる人僕見たことない。見たことはない。これ系のやつは、はい、そうですか。鈴木さんは。いや、僕もそう、どういうゲームかまだちょっとわからないので、まあ、ゲーム自体は。ゲーム自体好きです。あ、はい、いけますか。よくやってますけど。渡辺さんどうですか。僕ゲームが絶望的に苦手です。あら、今日なんか軽いこう台本をいただいた時にゲームが得意でお好きな3人って書いてあったんですけど、どっからその情報入れたんだろうな。絶望的です。準備よろしいでしょうか。はい。それあの今スティックで動かすか十字キーで動かすか選べるんですけども、どっちが好きですか。そういうこと選べる。モードってボタンがあると思うんですけど、はいはい、そこを押すとランプがつくと思うんですね。はい、モードつきました。コントローラーに本当に苦手そうな持ち方してますね。モードつい言っちゃってそこですね。押すとランプつきませんか。ランプつきます。あ、つくと十字キーで動かせます。つくと十字キー、はい、十字キーでいきます。あ、いいですね。動かしながらのさすが制作者、すごい丁寧で、もういいですね。そうですね、まあ、最近の人スティックが好きとかいう人もいるでしょうからね。ちょっと急に信長っぽくなくなりましたけど、まあまあ制作者ちょっとこれ切り抜き甘くないですか髪の毛。あ、はい、白いとこむちゃくちゃありますけど、ね、頑張って Windows のペイントでなんとかならなかったんですかね。さあ準備よろしいでしょうか。はい、ではいきますよ。ゲームスタートは、スタートを押すんですか。A ボタン、 A ボタンで始まります。はい、すみません。 A ボタンで始まります。すみません。じゃあもう一回行きましょうか。すみません。いいですか。ゲームスタート。よし。後でやるお二人もしっかり見ておいていただく。はい、わかりました。A ボタンで弾が撃てます。はい。押しっぱなしで大丈夫ですか。あ、すごい。この押しっぱなしでいい。はい。いいですね。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あ、ここ突破したんだったら全然いける。野田さんが全然いけるじゃん。野田さんが敵みたいなことなんです。あ、織田さんが敵ってこと。織田が敵です。やばい。ああ、出るかなっていう。あ、全然やれる。やばい。うまい。いいんじゃない。危ない。おお、いいよ。
すごいすごい。よし最後まで行こう、最後まで行こう、もう硬い硬い、硬くないですか、硬いよ最後。あ、いや、渡辺ですって。あれ、あ、まだある、まだありますよ。やばい、ちょっと強くなかったか。まだある、まだある、まだある。ラストラスト、今2500ポイント。あ、いいですね。あ、もうあらかじめ来るとこからね。これあれだ、あ、硬いですね、この硬いやつは仕方した方がいいんですね。虫歯だ。いや、これ、あー、あそこ、ちょっとね、とんでもないな。いや、これ楽しそうだな。あ、逆にもうファイト湧いてきました今。いやー、もう、もう、あのシューティングゲームが大好きなんですよ。あ、あの FPS が好きで。あ、そうなんですね。いや、これやってみたいな、早く。FPS 好きなんだ。え、まず渡辺さん、いかがでした、これは。なんか、わかんないですけど、めちゃくちゃ悔しいです。なんか、不条理に飲み込まれた感じがして。悔しいです。いや、これはどうですか？いや、ゲームが苦手って言った割に、あそこまで行くとは思わなかったです。大概、初見であの球当たって死ぬんですよ、スタートで。あ、そうなんですか？倒してたんですごかったですね。全体の何分の1ぐらいまで行ったんですか？もう半分まで来てます。半分まで来てます。あ、すごいすごい。あそこから異常に難しいんですよ。でも頑張ったってね。全然頑張ってます。小田クリスタルぐらいはね、すごい頑張ったってね、分かりました。ありがとう。まず渡辺さんでした。さあ、続いては鈴木さんですけれども、はい、劇中ではね、剣道部主将としてリーダーシップを遺憾なく発揮する松本幸太を演じておりました。かっこよかった。ここでも劇中同様迫り来る敵をバシバシやっつけていただきたい。どんな切り抜きになってるんだろう僕。あ、うん、割とでも結構綺麗に。これはうまくいった方、まあ、そうですね、うん、そうですか。小田さん、あそこってなんかヒントありますか？あの途中でさっき圭介くんがやられたところ。いや、もう気合よけっすね。いや、硬いやつは倒した方がいいのか放置でいいのか。倒してもいい、倒してもいい、倒さなくてもいい。倒さなくてもいけるパターンもあるんですか？あいつが撃ってくる弾があるんだけど、それを避けれるんだったら倒さなくてもいい。うわ、小田栗、なるほど。小田栗は倒す、俺は倒す派。倒す派でした。倒す派、倒さなくても言ってる人は見たことある。うわ、これはでも本当 2% ですね。確かに。さあ、それでは準備よろしいでしょうか？はい、ではゲーム、あ、でもそれモードを押すとそっちになるんで。ああ、そう、どうしよう、俺スティックでいきます。スティックでいきますか？はい、いいですか？はい、いいですか？はい、それではゲーム、頑張れ、スタート。よっしゃ、敵を取ってください。いきます。課金もあるんだよな。A ボタンでビームですね。はい、よし、いいよ。あ、いいですね、警戒矢印。あ、怖い。おー、危ねえ。ちょっと危なかった。 2% 狙いに行きますよ。当たり判定。よっしゃ、よいしょ。あ、おお、よいしょ、よいしょ。いいですよ、皆さん、いけますね、この辺は。いるな、この辺。硬いな、この辺からちょっと硬くなってきますね、敵が。よし、ちょっとやろうかな。あ、でも全然当たってないわ。倒すやつ全然、絶対無理でしょう。これ難しいな。あそこどうやっていくのよ、これ。ここよ、小田クリスタルさん。ここよ、そこ。倒せない、倒せないですよ、ここら。全然当たんないもん。迷ったら負け、迷ったら負け。あらららら、倒せますよ、倒せます、倒せました、今。ダメだ、あれもう無視だ、無視しよう。あいつは異常に硬いですからね。あいつもダメ、絶対倒せない。こ真ん中のやつ、でも真ん中もこれどうやっていけんだろう。この球がね、ここから、あ、ここだ。あ、いった、いけた、いけた、いけた。よっしゃ、俺の試合。やばいやばいやばい。当たり判定がちょっと甘すぎる。よし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 。おー、危ない危ない危ない。よし、いけた、いけた、いけた。あー、あれ、何に当たった今。あ、ボスちょっと出てきてた。ボスちょっと見えた。ボスみたいなの出てきてた。ボス BGM が止まんなくなりました。ちょっとバグじゃん。行きたかった。バグじゃないの。いや、惜しかった。てか俺知らない避け方見ました、あそこ。え、頭のこの辺まで大丈夫？俺もあれは絶対当たったと思ったら、はい、敵がすり抜けたから。すり抜けました。そんなパターンあんだと思って初めて見ました。すげえ。うわ、悔しい。これめっちゃ面白い。いや、これ悔しい。悔しかったですか、鈴木さん？悔しいっすね、これ惜しかったですね。ちょっとなんかボスらしきものが最後見えたので。ボス出てたもんな、もう。これはちょっと託したいと思いますね。いや、これは小田さん、これ敵ながらあっぱれだっていうね、これ。いや、焦りましたね。ここでクリアされたらもう終わるんで、このコーナー。危なかった。なくなっちゃうよ。さあ、ここで奇跡を起こす男。これはクリアしたいですね。すごいな、これ。これ2人分見て、なんとなくこうやっていこうって、もうね、新田さんの中でね、作戦ありますかね。全くないです。ないですか。あの下の硬いやつは倒すつもりですか？倒すつもり。倒すつもり。倒すパターンで、はい、倒せるんですからね。倒せる、ちゃんと。倒すパターン、ありがとうございます。50発ぐらい当てれば倒せる。アラディウス。さあ、それでは主役としてビシッと決めていきましょう。どうぞ。スタート。マジのゲーマーじゃん。よっしゃ、行こう、マッケン。スティック派です。
顔切り抜かれてもめちゃくちゃにかっこいいな。おー、いった。いいよいいよいいよ、落ち着いていこう。うん、いいいいいい。いや、さすが、もうどこから出てくるかある程度分かってる状態ですね、うん、やっぱりね。あれ、はい、ナイス、気をつけて。オッケーオッケー、いいよ。おお、あれ、ナイスナイス、いいよ。そいつ硬いぞ、上から来るから気をつけてね。いいよいいよ。ああ、壁もダメなんだ。壁もダメなんですか。どういうことだ。壁の判定ぐっちゃぐちゃなんで。やばいやばい。当たってないと思っても当たってます。一切かすらないぐらいの。お、ナイス。ああ、素晴らしい、すごい。気をつけて、気をつけて。今当たった、今明日当たった、今すごい当たり判定あるじゃないですか。見た目以上の当たり判定があるんで。いや、こいつ硬いんだよな。お、ナイス。切り抜かれてるけど、近くぐらいの判定はありそうですね。ああ、今のも惜しい、惜しい、惜しい。こんなのクリアできないゲームですわ。惜しいな。ダメなゲームですよ、これ。これ、あの、課金っていくらですか。課金します。課金したいですね。あ、全然。じゃあ一旦見ます。内容、あ、一旦見ます。内容見てます。一旦押してみ て、押してみていいですか。はい。何ですかこれ。爆速アルタン。お金取るんですか。2000円ですから。やめときます。ちょ、野田さん、やめたいかもしれない。あ、ごめん、これ戻るボタンないんで。購入しか押せないんで。すごい、購入しか押せない。2980円。結構高いですよ、まあまあ、ゲームの中で。10連ガチャだと思って。後でね、渡しといてください。うん、後で、ま、払っても購入するみたいな。はい、そうですね。あ、もううなずいてるもん。うん、じゃあ購入しますか。購入します。はい。あ、購入しますか。はい。負けず嫌いな。A ボタンを押すと。どうなるんだ。はい。これでスタートすればいいんですね。はい。これが今爆速新たモードです。爆速新たモードですか。爆速新たモード。え？あ、そうだ。ちょっと食らわないじゃん。さ、ちょ、つまんね。え？あ、僕だ。あ、いや。いや。クリア。僕じゃなかった。すごい。じゃ、もうちょっと見たかった。ちょ、待って、せっかくならもうちょっと見たかったんだけど。すごいわ。うっそ。じゃ、つまんねえ。課金した甲斐ありましたね。つまんねえだろ。10万100ポイントもあります。10万100ポイントもなくて。すごい。クソつまんなくなっちゃった。いや、改めてクリアした新田さん。大きな拍手お願いします。素晴らしい。金の力でこんなにすごいんだっていうね、これ。いや、これは。ちょっと課金したら面白くないですね。あんな難しかったゲームが、たった2980円でこんなに簡単に。たったじゃないんだよ、もう一瞬で終わってんじゃん。これでもできないんじゃないの、その課金しなきゃ。いや、できますよ。小田さんもできないでしょ。どうせできますよ、別に。僕クリアできないゲーム作ったことないんで。いけます。いけますね。小田さん、ぜひ。課金じゃなくてもいけますか。はい、本当ですか。普通にプレイしてもできます。ちょっと見てみたいですね、これ、はい、いいです。見てみたいです。制作者の小田クリスタルさん、ムチ持ったままやるんだ、すごい。ムチ持ったままやりそう。こうじゃなくて。ちょっと僕だったよね、多分ボスねえ、うん、なんでそれ気まずそうなんだ。うん、うん、じゃなくて。最弱だからさ。早かったな、倒されんの。早かったっすね。あ、そう、俺、あ、すいません、俺これだから反応しないっすわ。いや、それなのにクリアできんの。同じやつを開けばいいと思うんで、これ一回消してもらって、はい、これじゃあ殿だ。見たくない時間だ。はい、大丈夫です。お、いや、これは通常バージョンでいけるのか。さあ、いきます。ではゲームスタートお願いします。何回もね、テストプレイとかしてるわけですよ。あ、もうそこにいる。そうか、そうか。あ、下だ。はい、あれ。大丈夫ですか、おだくり。おだくり。ずるいな。出なきゃ弾も来ないんで。あ、もうナイスです。めちゃくちゃ来てる。知ってるな。ここどうするんだろう。あ、うわ、やっぱ倒すんだ。あ、そこも倒すんだ。え、すごい。うわ、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 すごい。これも倒せんの。え、めっちゃ。あ、待って、おかしいだろ、お前は。おかしいだろじゃない、おかしいだろ。当たってねえだろ。お前が作ったんだよ、そういう風に。なるほど。ちょっと、おだくり大丈夫ですか。おだくりさん、あとラストですよ。お願いしますよ。おだくりさん、お願いしますよ。お願いしますよ。みんなもね、時間ないんで、ね、あなたにこう付き合ってる場合じゃないんです。そこね、仕事で来てる。この後、あー、ちょっとクソゲーじゃねえかよ。おめえが作ったの。おめえが作ったの。クソゲーじゃねえか、これよ。お前が作ったの。え、できないんですか。捨てます、このゲーム。え、できるつもりだったんですか。できます。あ、できるけど、
今日は調子が悪い。